はい、ニューエー OJ です。今日は雑談、僕の推しの子の好きなキャラクターを語っていこうかなという、まあ動画でございます。今流行ってるアニメ、推しの子、もう常に第二の制作まで始まっています。で、まあその中でね、推しの子って何ぞやというものなんですけども、要は芸能に関してイコール中にも恋愛も入ってる。そういうラブコメ的なアニメです。と一応ね、推しの子の推しキャラは、僕いるんですよね。俺がね、好きなね、推しの子のキャラクター、一応、もう二人まして、まず一つ目が、有馬かな。こちらの推しの子ガチャで出した有馬かな。これはね、弟にルビーちゃんと交換しまったんですけども、で、この有馬かな。今、新生 B 小町での真ん中のセンターをかなちゃんが務めてるということで。この子は、やっぱ幼少期、結構やっぱり天才子役と呼ばれて、いてね、一時的にそういう私なんかみんなに認められない、どうしよう、もっと私のこと見てって言って、幼少期キャラ、まあこの子ね、昔人気あったんですよ。ピーマンの歌とかで、他にもいろいろ曲をね出していて、すごく天才的な芸能人だなっていうふうに思うんですね。で、その新生 B 小町の方でも最初本当に私なんかがセンターがって言って、で結局そのルビーちゃん、まあこちらのルビーちゃん、はい、がやった方がいいんじゃないかっていう、もう一人の YouTuber、天才 YouTuber のネムチョ、二人が一応たまたまのカラオケボックスに行って高得点出そうねって言って、有馬かなって検索したところ曲が出てきた。で、もうそれを聞いた瞬間、有馬かなちゃんめちゃめちゃ歌うまいなって、そこで推しになりました。で、なおかつアクアを狙ってるっていうね。そう、アクア狙ってんですよ。このね、短めの髪型、ロング、最高です。このロングの女性、僕好きですね。で、もう一人推しでいるんですけど、黒川あかねちゃんです。この子はね、劇団ララバイで所属し、女優として活動してる女の子なんですよ。で、一時的にね、なんかそういうドラマの方で、まあ、ビンタをしたと言って一回炎上しちゃってですね。で、一時的にそういうこぼっちゃう生活になってしまって、で、最終的に自殺まで図ろうとしたんですよ。すごい誹謗中傷書かれたから。そんな時にね、アクア君が、そんな自殺しそうなアカネちゃんを助けたんですよ。で、そのアクア君は、このことまず知らなくて、で、ネムチョさんからこの連絡があったんですね。で、ネムチョさんから連絡が、アカネさんが助かったんですよね。うん、で、なんて言ったって、その、アカネさんの、まあ、すごいところが、星の愛を研究、して、もう次は次特徴とか研究して、一時的にこの子、撮影の時に、アクア君の前で、マジ愛ちゃんになります。もう、目が星になるからね。と思った。アカネちゃん愛ちゃんだったみたいな。と思った。もう、とにかく、天才女優っていうのがね、本当にアカネちゃんなんだけども、今回の新しい回では、実は、俺が好きだね、有馬かなと、同期で、もうライバルで、要は有馬かなが昔の時に結構売れてて、あかねちゃんがちょっとなかなかね売れてなかったんですよ。これでもうめっちゃ睨み合って、その舞台が決まったって言って、で有馬かなもそこに行ってるんですよ。で、東京なんとかっていう作品で、でそれを知った時にね、よし、あかねちゃんがこの作品であいつに勝てるぞみたいな感じで、で、その有馬かなが来た時にね、っていう感じの、もう本当にライバル的な感じだったっていう。いや、意外でしたね、これは。もう本当に意外だったっていう感じです。もう本当にもう推しの子、僕もね、もう大好きで、毎週 U-NEXT で見てて、もう10話以上行っててですね、もうかなり、もう今好きなアニメベスト1がプリキュアなんですけど、広がるスカイ、もう2番目に推しの子が入る。もう毎回、もう内容的にいい作品で、もう1話の確かに、愛ちゃんが1時間スペシャルの方でね、殺されちゃったっていうのはちょっと非常にね、もう本当にあそこで、ね、刺されちゃって悲しいんですけど。で、この愛ちゃん自体は、いちごプロダクションっていう所属の、ね、アイドルグループの、まあ、B 小町、初代 B 小町のセンター。で、その天性の輝きで、一世を封印したということで、もうこの愛ちゃんがセンターだったね。もう一時そこでブワーってし、あのピーコバチが人気出て。で、それを受け継いだのが、星野ルビーちゃんと、メムチョちゃんと、有馬かなちゃん。有馬かなちゃんも、その、最初本当にピーコバチで、私は歌はそこまで上手くないから、ピーコバチとか正直アイドルは、なんか、やりたくなかった。だけど、そのルビーちゃんたちが頑張る姿を見て、有馬かなちゃんがね、もうやる気出た感じですよ。うん、
アクアもね、まあ弟はアクア好きなんだよね。アクアももうイケメンですよね。ルビーの双子の兄だ。でさ、一時さ、このアクアとルビーちゃん、バブバブダンス。ね、オタゲーのバブバブダンスでめっちゃバズってましたよ。あれはマジ赤ちゃんで、バブ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 、めっちゃあれおもろかった。あそこで、もうマジであれは笑いました。だからイチゴプロに所属したのももうルビーちゃんと、で、アリバカタちゃんも入ってるから。で、メブチョちゃんもそこでイチゴプロに入って、で、新生 B コバチを結成させたっていう、もう本当に感じです。推しの子はマジで、もう見た方がいい。もうとにかく今日は推しの子の好きなキャラを語った動画を、まあ、撮ったんだけども、もうこれほどもやっぱり推しの子に対しては僕はもう語りたいなっていうふうに思います。だからね、もう結構僕はもう1話から全部見てきてるんで、やばいっすよあれは。で、なおかつ俺今レッスン行ってるでしょ。もう俺にふさわしいアニメだよ、推しの子は。本当に。マジで俺にふさわしいの、これ。これでさ、このキャッチフレーズがさ、この世界において嘘は武器だって、この世界ってことは、この芸能界において嘘は武器だって言ってるんですよ。このね、セリフ。だからもう思うのが、芸能界の嘘は武器だってもう、使えちゃいますよね。そう、俺のそのレッスンの時にさ、トークのレッスンの時にさ、女の子で、ね、推しの子好きな子いましたよ。で、俺が推しの子の話したら、ああ、知ってるよ、知ってるよって、ああ、見てますって。あれも漫画から来て、しかもジャンププラスだからね。これジャンプだからね、アニメ。マジで。もう俺の好きな作品のジャンプだからね。はい。というわけでね、8月の方には、推しの子展も名古屋でね、あるんで、これは行きたいですね。と予算1万円ぐらいは、いるかな、グッズとかあるんで。これはね、もうずっと弟連れて行きたいですね。てなわけで、今日は僕が選ぶ、推しの子の好きなキャラクター2選、お伝えしました。まあ、愛ちゃんも好きだよ。愛ちゃんも好きなんだけど、なおかつ推しの子で僕が好きだなっていうキャラクターは、黒川茜ちゃんと有馬かなちゃん。この二人がもう好きです。今後さてね、この二人はどうなっていくか、ね、舞台の方で。もうめっちゃ気になります。もうごめんなさい、こんな風に推しの子をね、語ってしまって。もう、本当に面白いんで、Unext とかって見れるんでね、あと Amazon プライムとかでね。入ってる方はぜひ1話からご覧ください。ハマります。というわけで、今日はこの動画で終わりたいと思います。また生配信でお会いしましょう。さよなら。